当時あの研究生で案内してさせていただいてる時も、今回の生写真と一緒の色の青色の色よく着出してもらってたんですけど、今回も青色なのでなんかエモいニャンです。ね、今日一日中雨ですね。皆さん大丈夫ですか？雨は濡れましたか？大変ですか？そうです、今日はいっぱい濡れました。そうなんですよ、練習もしたんで、してるんですけど、ミュージカルの練習とかちょっとだいぶ疲れが溜まったからか、そう、こういうゆっくり一日でできる日みたいなのがなかったので、今日はいっぱい寝て本当にいっぱい寝ました。でこにゃん今日は流してます。でお家にいるときに、そうなんですよ、あの前髪があると、その前髪のところにその肌荒れしたりするので、基本的にこうピンで留めてる方がいいっていうのを聞いてからずっとピンで留めてるから、大体流しになっちゃうんですよね。久しぶりに来れました。ああありがとうございます。最近は結構お昼とか夜遅かったりしてたので、なかなか見に来り、こうあれでしたか、見来れなかったかな。これから行きんですか？雨ね、強くて大変ですけど応援してます。名古屋だけなのかな、こんなに強いの。じゃあですか、はい、あ、この前の声もありがとうぎゃーん。ゆべのポストを見て申し込みましたよ。あ、本当ですか、嬉しい。でも結構生写真の写真一気にね、撮影したり何着かにまとめて撮影するので、まだ結構昔の私で、そうなんですよ、メイクとかなんかそう昔の写真に遡って探してみたんですけど、昔のメイクで前、そうなんですよ、だなって思いました。よくやの若い頃って若かったのかな、語彙力わら、語彙力わらですね。若かったですよ、という若かったですよ。どういうことだろう。いや、どんどんお家にいました。あ、一緒ですね、私も今日は珍しく一歩も外に出ておりません。雨だから今日何もなくてよかったですが、ね、皆さんお疲れ様です、仕事の方とか。嬉しいな、嬉しいなです。牛丼、おー、パワーつきそう。私は何食べたかな、なんかネギが入ったきんぴらごぼうが美味しくて美味しい。私はもっとか食べました。はい、いっぱい眠れましたね。寝すぎると疲れる時、あ、逆に疲れる時ありますね、確かにそういう時ありますね。こんばんは、フル、久々に間に合いました。あ、ありがとうにゃー、嬉しい、こんばんは、まー皆さんもしっかり寝れてますか、寝てるかな。ファンクラゲンテコ当たったよ。あ、昨日が当落日だでしたよね、おめでとうございます、おめでとうにゃん。結構そうですね、だから確実に増えたのっていうのもなんかめっちゃ増えたわけではないんですけど、まあ、行ける時に行けたらなみたいな、行けたらいいなっていう感じで、うん、
まあお家での自主練も頑張ります。そうなんです、この後2時は内容なんですよ。あ、覚えてくださってた。そう、今日の21時40分からはリーナちゃんとの2時は内容の放送があるので、ぜひそっちも聞いてね。ショールームからの2じゃないよで、ラジコさんでも放送地域外の方聞いていただけるのでぜひお願いします。福山の若い子ってバブちゃん要素あったのかな。あ、そういうことですか。あったと思うんですけどね。なんかなんなら今もあんまり顔は変わってないです。昔から稽古、この前の昨日だ稽古でアクションアンサンブルの方もね結構出てくださるんですけど、アンサンブルの方ともねお話したんですけど、赤ちゃんみたいですねって言ってもらいました。褒め言葉ですよね。褒め言葉ですね。そうだから赤ちゃんみたいだそうです。まだ変わってないなって思うんですけど、でも嬉しいですね。こう おばちゃんみたいでねって言われるらいいですよね。ネギが入ったネギに入ったきんぴらだけど、いやネギも入ったきんぴらごぼうです。はい。私の顔を思い浮かんでハッピーになりましたよ。ありがとうございます。嬉しい。雨の日はね、いろいろ気をつけなきゃいけないですよね。傘忘れないようにしなきゃいけないですね。まだ咲き始めた時僕も桜見たよ。めそうだったけど、あ、今日見れました。おお、私も昨日そう見れたんですね。咲き始めましたね。今日ので散ってないかですね。散ってないかな。確かに今日寒い、気をつけます。これ緑っていちご、あー、お揃いのですね。うわー、ありがとうやん。同じ袋だ。ドリームクルーズね、頑張ります。私はでも大阪のことを魅力をいっぱいお伝えさせていただけるみたいですね。スキーの稽古のバランスが難しい。スキーと稽古のバランスが、確かに。ファンクラブ外れたからツーショットや握手会通過したんやん。外れちゃいました。でもツーショット握手会も嬉しい。わーい、ありがとうございます。嬉しいです。楽しみですね。今月はないんですけど、5月からまた復活するのでね、楽しみ。稽古はそうですね、まだ、あの昨日から未断す稽古っていうのが動きがねつき始めたんですけど、ちょっと私はまだ歌うのも、普通に立って歌うのも必死だったりするので、そこに動きがこう入ってくるので汗になってますかね。ちょっとどちらかというと、ディズニーパレード、そっちも楽しそう。5月5日はサンリオさんのライブですね。そうです、ミュージカルからのサンリオさんのライブなので、両方よかったらお待ちしてますよ皆さん。あ、焼きそば、これ、おお、
嬉しい。すごい嘘だよなやつ。あ、そうか、まだ7日まで投げれるんでしたね。投げ上げてるのどうですか。私のニャンニャン、東海とか握手会とかでもなんかこう分けてるの見たいって言ってもらえることがあるので、なんかそういう時も作ってもいいかなって、まあちょっと悩み中ですでもお洋服とかが似合いそうな時は良さそうですよね。美人美人なって赤ちゃん感もあるってすからすごいです。嬉しい、それはそれは嬉しい。今年から桜を見ると静かに思い出すようになりました。確かに千本桜、よし千本桜ね、桜ですもんね。確かに。でも桜ってあれですね、なんかピンク、描くとピンクですけど実際はなんか白っぽくないですか。なんか白だなって思うんですけど、あ、まだ桜で、でも今年遅いですよね。遅くないですか桜咲くの。初当選したにゃん、おー、わかる。お、11日もよろしくお願いします。わーい、キツネ耳していこうかな。ツーショットの時ですか。5月11日の静岡御前衣装着させていただくからかな。おー、 あるんですね。いいですね、いいですね、いいな、つけたい私もうん、桜の下で去年のすごかったですね、簡単 TV さんの。え、岐阜県でしたっけ、あの桜のね、めっちゃ綺麗で、ライトアップが特になんか綺麗でね、素敵でしたよね。ああいうとこでお花見もしてみたいな2時からの新幹線のお席がなんとか確保できたのだとは当日待つのみです。ありがとうございます。嬉しい。ゴールデンウィークなのでね、そう大変だと思うんですけど、来ていただくのも嬉しいです。すごく頑張ってるので、ぜひね本当に見てほしいですよ。はい。でもなんかちょっともう4時入っちゃってたり、名古屋であるあの。愛知昭和文化衝撃予算だったかなそうあるんです、であるんですけど、ちょっと遠いなって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、もしなんか舞台とかミュージカルとか親戚の方とかで好きな方もしいらっしゃったりしたら、ぜひ誘ってみていただけると嬉しいなって思いますね。皆さんもね、ぜひ見に来てほしいですし、うん、なんといっても2回しかないのでね、2回しかないんですよ。多分映像もないだろうから、見に来てにゃん、待ってるにゃん。お話がもうすごい好きです、今回のミュージカル特に。ね、コールマッチの名前チャレンジ、私の名前ないんですよね。ね、なんでかな。北側もないんですよね。北側はありそうなのに北側もないんですよね。でも今回はあれなんでしょう、チームが4つに分かれてるので、そうチーム別でこう稽古したりしてるので、
他の方はもっと結構してるはいるんですけど、もともとない日もあったりするので、うん、4チーム分の稽古だからこう振り分けられちゃうんですよね。明日も雨ですか？明日雨なの？雨か。でも中旬ぐらいからはサンリオさんのも入って、そう、リハもあるみたいなので頑張ります。理想の彼女寮に近い、やったな、やったにゃん。ゆずさんも撮ってみました、あのミュージカル、うん、撮ってみたよ。エビ T シャツですか？とさまでございます。エビ T シャツってなんだろう、エビ？なんだろう。すっぺら言葉しか言えませんが、舞台の稽古とか大変だろうけど頑張ってね、高級。思えばね、伝わるのでね、ありがとうございます、頑張ります、見に来てね。魚の種類違うのですかね。なんか白っぽいイメージ。意外とこんでアミちゃんよりも赤ちゃん要素強めかもしれない。確かに。確かに顔だけ見ると、ねえ、あ、白なんですね、白なんだ。プリシャスね、やってみたいですね。レボリューション好きなんですね。私もやってみたい。できるかな。ラベンは4日遅いだったかな。ん？ミュージカルですか。4日は18時開演です。その話じゃないか。爽やかな気持ちの方が多いかな、どうだろう。お、ミュージカル会社で6月握手会、わー、ありがとやー、嬉しい。群馬か、あ、そうだそうです、全然違かった。ゴールデンウィークダメ、たどり着けるが問題です。そんなにあれなんです、チケットないんですね。到着できますように。仕事三昧、そうですね、そうかな、うん。青空と桜ってやっぱやんかなんですよね、うん、ね、いいですね。おかげでいろんな舞台見れるのありがとう。楽しんでもらえてますか？嬉しい、それだったら嬉しい。合わせ向けしながら、おープロマッチですね。あれ、明日晴れなの？じゃあよかった。あ、今日ドラフォー、おー、おめー、すごい。ミュージカルはものすごく歌います、めーっちゃ歌います、はい。今日は疲れてません。今日はでもね、いっぱい寝れたんですよ。アーモンドってたからですか。そんなのあるの。元気で、ファインやん。あ、疲れてる顔の時ありますね。じゃあごめんなさい。
ありますよね。フォローもありがとうございます。浮気は許さないですね。嬉しいにゃんこ。今日はアイタイムさせてください。そうですね、21時40分からはみじゃないよの放送もありますね。本日今は20分ですので、22分45秒にスタートでもいいですか。手が止まってしまう。アイタイムできなさそうですか。了解。あ、じゃあ22分45秒でお願いします。来そうですね。皆さんこんばんは。あ、これベッドタイムだ。じゃあ人多いのかな今日。大富豪、あ、大富豪じゃない、富豪だ、富豪です。私富豪でやらせていただきます。今夜の全開ボイ、ボイすごそう。ミュージカルですか。でなんか歌声もちょっとミュージカル、ミュージカルっぽい歌声にやっぱなるから、やっぱ公演の時とかともまた違うと思いますね。長袖です。ヒートテックも着てるよ。そうですね、大吾さんのドキドキときめきアイタイム、よろしくお願いします。大秘密、今は、あ、あと1分後ぐらいです。準備 OK かな。ミュージカルちゃんと弾かないとなんて言ったってなるよね。あー、でも本当にそう、歌のところが特にちゃんと伝わるように今頑張って練習中です。ね、歌になっちゃうからね、難しいんですね、本当に。準備完了。フォローもありがとにゃー。もうちょっとで始まりますよ。もうちょっと。あと10秒。切りました。40、41、42、43、44、45。はあ、早い。マッチング早い。お、2人お会いできました。ハピネスとロマンス持ってくださってる方だ。ニャンビーム、はい、ありがとにゃん。外れた方ごめんなさい。やってくれてありがとにゃん。もう一人は柵越しの方ですね。入り損ねた、損ねた。あら、あらららら。あ、サイレンもありがとにゃんこ。あ、嬉しい。大富豪のイベントのカードだ。もう使ってくださってる。嬉しい。あら、立ち上げたかった。あら。あらら。めっちゃサイレム持ってくれてる。私サイレム設定してないんですよね。振り返せない。振り返せないや。わあ、
革命だ、ヤコヤンビーン。うーん、大王の方強い。ハチ3枚も持ってる。うん、あ、間違えた、おめでとうにゃん。こんばんは、大富豪で遊んでます今。どうしよう、でもちょっとどうしよう。あ、あすごい忖度してくれているよあ、そういうわけじゃないか。え、でもお、すごい、おお、13枚出したんですけど、ないだろうなと思ったらありました、残念あ、あ、不幸になりました、ありがとうにゃん、頑張れー、不幸になれました、ありがとうございます。おでこ全開、今ほぼ出てますよありがとうございました。あー、会えなかった方もね、次会いましょうね。やってくださってありがとうございました。大豪さんのドキドキときめきアイタイムでした、ありがとうにゃー、またやってください。じゃあ今日は活動をご覧させていただこうかな。今日何の日なんですか。え、疲れ、今日だいぶ取れましたよ、疲れが。うん、この後の忍者内容ですね シーサーの日なの、変顔ですねインゲンマム、インゲンマムってどんな感じでしたっけ。インゲンマムにしようじゃん、ちょっと雨の日でも大吉な日です、嬉しい、嬉しいさカフ担当です。そうですね、練習しなきゃですね。今日いっぱい寝たので頑張ります行きますよ、じゃあよくにゃー、ビームわーからのインゲンマメからの嬉しいさ、え、違うな、こんな感じじゃないな、あ、ちょっと違うな、どんな顔だ、笑ってますっけ、シーサーってなんか凛々しいですよねで、できないや、イケメン、嬉しいさ、あれもう一個ない、あ、からのこの後21時40分からいいじゃないよ、聞いてくれるでしょ、聞いてくれますよね、ラジコさんでもぜひ聞いてください、お願いします、あと10分後ぐらい、あ、2316人の方もありがとうございます。明日は、そうだ、明日はですね、あの
7時半からとか朝配信の予定なので、そうなんですよ、ちょっとあの稽古前にもお仕事あったりするので7時半から予定ですね。ちょっと忙しいかもしれないんですけど、よかったら待っております。よかったら見に来てください。ありがとうございました。またね、シャチホコからのアイスミュークニャン、夢でも会えますように。ゆっくり休んでね、仕事前に見えますかね、よかったら待っておりますね。ありがとうございました。ゆっくり休んでね、おやすみなさーい、ハートー。